スターホースポケット。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。松並ゆいです。さあ、今日はもう飲みに行きましょう。プレゼントが届いてるよ。イベント開催中だよ。さてですね、放牧から解除ですね。2月を1周、ちなみにダートはそんなに得意じゃないはずなんで、やっぱり芝となると今回は WBC に挑戦ということになります。大根か。お、嬉しいか。よしよし。イベント開催中だよ。とりあえずおみくじ引きましょう。ラッキーバルシ。イベント開催中だよ。ゴールドをいただきました。あと2週ぐらいはレース、調教しないといけないですね。イベント開催中だよ。体重はバッチリだね。大根か。いい感じだね。かなり疲れが溜まっている。やっぱりイベント開催中だよ。間隔が短かったことが影響しているか。お、いいじゃないの。馬体がね。いい感じだね。クエスト達成、やったね。イベント開催中だよ。はい、何です？気合い十分だね。大根か。ちょっと待った。バタージはベストってことはこれかな。いい感じだね。 WBC です。距離は中長距離なんで、やはりいきなりジャパンカップ取ったらすごいな。やっぱり WBC タフですよね。誰がいいんだろう。高
して武豊に載せましょう。はい、ということで遠征中です。そんなに時間ないですが、結果が出るまではもうちょっと時間かかると思います。それまで見守りましょう。ではまた後で。スターホースポケット、はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、ですね、WBC の続きを見たいと思います。まずその前に2日、日をまたいでるので回収をしたいと思います。カタノミディ松並結衣です。さあ今日はもう飲みに行きましょう。楽しみだね。します。お、一番人気。おーっと、一番人気は久しぶりだ。投票受付を開始します。しかも二重丸二つついてますからね。これは肩のミンディなかなかの馬なのかもしれないですね。他はクロムランク、それからバターメイプル、この3とそんな人気の順変わらないですね。なぜ一番人気で、最低でも丸二重丸を2つついてるってことで、これはすごく見るのが楽しみになる WBC ターフになります。いいですね、WBC ターフ。さあ、時が映ってます。伝統の外回りコースに集った世界の強豪12頭ワールドブリーダーズカップターフのスタートです。スタート台からの時代ですよね。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先頭に立つのは何か。6番ルソー、先頭イブンベインがかわしていきました。そして内からは2番エクラール、タイガーヒル、それから離されまして11番プリントシャー、もう1頭3番ストーミングホーム、そしてその後ろから4番コタシャン、それからもう1頭カステナンゴ、内を通りまして8番カタノミッキー、その後ろ3馬身くらいあってバターメイプル、それから12番エアドクター、そしてそのうちに1番クロムランク。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。順位が入れ替わっておりまして、先頭はイボンベイであります。6番ルソー、下がって2番手その後ろでやりましょうか。2番エクラール、ちょっと離されまして5番タイガーヒル、プリントシャー、そのうちにストーミングホーム、そして外からは4番コタシャーン、9番カステナンゴ、ほとんど馬体が合っています。注目のカタノミッティと武豊騎手、一番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。10番バターメイプル、それから12番エアドクター、そのうちクロムランク、先頭の方はどうなっているか。7番イブンベイが先頭です。ルソーがその後ろ、エクラールがそのうちにいます。この辺りちょっと離れているタイガーヒル、さあ最後の直線に入ります。最強馬はどの馬だ。緑の帽子イブンベイが先頭、さらに内タイガーヒルか。さあ先頭はイブンベイが半馬身リード、内が飛んだ武豊とアタノミッディ、ルソー先頭に立ったフリントシャーが間から来ている。ここからどう伸びるか。フリントシャー頑張る頑張る、ケネーンとルソー、バターメイプル懸命に追う。このまま最後まで行ってしまうのか。外からグラムランク、グラムランク1着ルソー、バタノミッディ、この2着は際どいが、勝ったのはグラムランクだ。グラムランクに差し切られました。バタノミッディは2着惜しいです。
1着前です、ね、1番2着8番馬がレースから帰ってきたね。これで WBC モニーちゃん。はい、何です？クエスト達成、やったね。プレゼントが届いてるよ。おみくじ引いてみましょう。ラッキーバヌシ。クエスト達成、やったね。クエスト達成、やったね。イベント開催中だよ。イベント開催中だよ。イベント開催中だよ。いいですね。はい、何です？レーシングプログラム見てみましょう。大阪杯ちょっと間が足りない。ドバヤは論外なんで、おそらく次は春の天皇賞を目指していくことになるかと思います。距離が果たしてどうなのかっていう問題はありますが、一回チャレンジしていきたいと思います。ぜひ応援、次回も応援よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しています。よろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。